整え事レッスン。顔色が変わる洗顔前の頭皮ケア。深呼吸をしながらまずやっていきたいこと、それは頭皮を丁寧に指の腹を使って揉んであげることです。頭皮を左右前後に動かすよう揉んであげるとさらにいいですよ。次に髪の毛をひとつまみし引っ張っていきます。あらゆる方向から髪の毛を引っ張ってあげることで、揉んでいる時とは違った刺激が入り心地いいです。また毛束の大きさによっても感じ方が変わってくるので、ご自身の気持ちいい毛束の大きさがあると思います。何回も繰り返していい感じの毛束感を探してみてくださいね。そして耳のマッサージ。耳や耳の周りには血の巡りを良くしてくれるツボがあります。また耳をマッサージすることで自律神経系にもアクセスしやすくなり、気持ちが整いやすくなりますよ。耳を外側に引っ張ったり、ぐるぐるぐると回してみたり、様々な方向から耳を刺激してみてください。最後にブラッシングを兼ねて、ブラシで頭皮をポンポンポンと優しく叩いていきます。頭にはたくさんのツボがあります。そのツボをしっかりと刺激してあげることで、顔の血流がアップしていき、表情筋が動きやすくなり、顔色が良くなったり、お肌がツヤツヤになります。